いろいろすごいよ。いろいろすごいよ。ちょっと待って、ね。もうこれうちのベランダなんだけど、なんて言えばいいのかな。あんま映ってあれ見えないか。見える見える見える。これあんまり映ってあれだけど、雪降ってんだよ。びっくりした。服見てよ、なんかもう溶けちゃったかな。でも雪が降ってまして、ちょっとびっくりして今動画を撮ろうと思って出てきました。あんまりあれなんだけど、家の周りって見せちゃいけないみたいなさ、よく言うじゃん。だからあんまりあれなんだけど、はい。で、雪降ってました。で、それともう一個言いたかったのが、今日ね、今朝確認したら、あ、雪積もってんね、ここに。確認したら、僕のチャンネルの動画全体の再生、チャンネル全体の再生回数が10万回を超えました。本当にありがとうございます。皆さんいつも見ていただいて、感謝です。今何回なのか知らないですけど、でもとりあえず10万回超えました。でも、もっとね、今度次の目標は、20万回にとりあえずなりたいなと思うので、1年間経たずにね、全体で10万回いけたのは結構僕的には、大きな進歩だったかなと思います。で、チャンネルの投稿してる動画の本数も300何本あって、ライブ配信も合わせたらもう確実にその日に1本以上のペースで投稿してる計算になると思うんですよね。ね、そうやっていっぱい僕やったのもそうですけど、皆さんにいっぱい見ていただいてるのもあると思うので、本当に感謝です。ありがとうございます。今年2021年もね、もうたくさん動画投稿していきますし、もちろん米津さんがなんかライブやるとかなったら一生懸命ね頑張ってやるので、そういうのもねぜひ見てもらえたら嬉しいです。で、雪が降って一気にテンション上がっちゃったんで、でそういうのを見せるために、撮った動画でした。ぜひね、まだチャンネル登録してないよって方が見てたら、ぜひチャンネル登録と、いいねボタンよろしくお願いします。で、ちょっと寒いので、もう中入ります。息が白いの映ってる。あ、映んないか。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。寒い寒い。じゃあね。